FineTune Radio with Rachel Chan。 こんにちは、レイチェルちゃんです。今日のテーマは言葉は通じませんです。 FineTune Radio、 ラジオの好きな番組を選ぶように、自分が好きな人、物、ことを選び、楽器のチューニングをするように、心のチューニングができたらいいですよね。そんな心が1ミリでも軽くなる、リラックスする時間になれたなら嬉しいです。一曲お送りした後に皆さんのコメントをご紹介、ご質問にもお答えしています。こんな名前で呼んでねっていうのがありましたら、ラジオネーム〇〇ですと冒頭に書いていただけたら嬉しいです。で、普通のラジオ番組のように基本声に出してコメントをご紹介していますので、もしこの部分は声に出さずに読んでねっていう箇所がありましたら、ここから先はオフレコでとか、ここは黙読でというふうに書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ、言葉は通じません。何のこっちゃって思うかもしれません。同じ日本人同士でも、日本語が達者な方同士でも、言葉ではないと。でも言葉で通じてるじゃんと、話は通じてるじゃんと思うかもしれないんですけども、実は言葉が大事なんではないんですね。じゃあ何が大事なのかというと、感情なんです。感情の方が実は大事なんですね。なんで、発している感情は何ですか？ご自身が声に出さず発信しているメッセージ、つまりそれは感情は何でしょうか？例えば、笑顔でとてもポジティブな言葉を発している方がいらっしゃるとしましょう。でも顔で笑っていても心で泣いているっていう表現ありますけども、それは発信しているのは笑顔だとしても、発信している言葉がポジティブだったとしても、ユニバースに発信しているのは泣いている感情なんですね。なので、人は騙せたとしても、これは実際私たちがこの今生きているユニバース、宇宙は騙せないんですね。なんで、この心で泣いていて心で悲しいと思ったら、悲しい出来事を世に発注しているということになるんですね。この発信している感情っていうのが、まあオンラインウェブサイトとかで、オンラインサイトとかで、通販サイトで発注している注文書だとしましょう。それが発注書なんですね。なんで、例えば今例でね、使った顔は笑顔でも心は泣いているっていうね、その泣いているっていう感情が発注書だとしたら、はい、かしこまりました、ご注文の泣きですね、今すぐお届けしますっていう感じで、心で泣いている、その泣いている感情がまた再現されるようなものがどん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 届くわけです。なので、言葉ではないんですね。発注書にいくら綺麗な言葉で、とってもポジティブなね、明るいものを発注したとしても、届く発注書っていうのは、真の発注書っていうのは、この心で泣いているっていう部分なんですね。これ面白いですよね。この綺麗な丁寧な書面で書かれたもの、もう言葉遣いは本当に丁寧です。でも内容がとても暴力的なもの、それってね、実際はすごい丁寧で綺麗なね、表現を使ってたとしても、届くメッセージっていうのは暴力的なものですよね。ちょっとね、オブラートに包まれたとしても、ラッピングで綺麗に、綺麗な包装紙に包まれたとしても、中は暴力的なものっていうのは実はあるわけです。で、これって意図せずにですね、着せずして私たち日常でやってる可能性があるんですね。なので、私はすごくポジティブなものを発信してるのに、なぜその
自分の人生にそのポジティブなものが反映されないんですかっていう方がもしいらっしゃったとしたら、実はその言葉ではないからなんですね。発注されているのは自分の感情なんです。すごい分かりやすい例で言うと、すごく他人に厳しい方がいるとしましょう。で、正義を語る、で正しいことは語ってるんだけど、すごくそれを受容する人ではなく、人に厳しい人ですね。例えばツイッターでも、ここはこうじゃないんじゃないかとか、理想のこの政治とはこうなんだとか、ここは間違っていて本来はこうあるべきだとかね、正しいものをすごく語ってるんだけど、実際それがその人の人生に反映されていないからこそ厳しくつつくわけですよね。例えば重箱の隅をつつくように、ここはこうであると、でこうあるべきなのにこの人はこうしているとか、このシステムはおかしいって発信している人ほどですね、自分の人生が正しく、あるいは幸せではないですよね。なぜならここはこうですよねっていうふうに、この怒りを発信しているわけですね。このシステムは間違ってるっていう、この間違ってることに対する憤りだったり不信感だったりですね、この裁判官のような気持ちで発信しているので、そういった誰かを裁いたりですね、また憤りを感じるようなことが世に発注されてるんで、その人にとってはそういう出来事がたくさんたくさん起きてきて目の前で現れるんですね。これって不思議だと思いませんか？で、逆にすごいね、不条理も多い世の中であったとしても、その中で頑張ってくださっている方に対して感謝の気持ちを持っていらっしゃる方は、すごくね、そのこういういろんなことが起きている世の中のではあっても、すごく心が温まるような出来事がどん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 発注されて、その人の人生で現れるんですね。なんでどんな丁寧な言葉でも、どんなに優しい言葉遣い、綺麗な言葉遣いをしたとしても、その包装紙がどんなに綺麗で、きらびやかで明るくても、中にその怒りだったり不満だったりとか、悲しみだったり、イライラだったりね、そういうものが詰まっていれば、紐解くと届いているのは、先方に届くのはその中身なんですね。こうラッピングではないんですね。なんでもしご自身の人生の中でここを改善したいなっていうものがあったら、その分野があったとしましたら、言葉ではなく感情、自分がどんな感情を抱いているか、どんな感情が湧き起こっているかっていうところに注目してみてください。よくアファメーションでね、このネガティブな感情をポジティブな感情にするための、アファメーション、ポジティブな言葉っていうのはよく使ったりすると思うんですね。で、願望に近い、例えば願望実現のためにアファメーションという形で使う方もいらっしゃると思うんですけども、その時に気をつけてほしいのが、アファメーション、言葉以上に感情が大事なので、その自分の感情に全然追いついてないんだけど、それを唱えていれば良くなるっていう使い方をする方も中にはいらっしゃると思うんですけど、それはね、ネガティブな感情にネガティブな言葉だとダブルパンチであまりいい効果はないんですけども、それよりは多少マシなんですね。ネガティブな感情だけどポジティブな言葉遣いを使い始めるのは、多少はね、その向きを変えてくれる、そのネガティブな自分の癖から少しネガティブじゃない方向、つまり
ポジティブな方に視点を変えるっていう意味ではすごくいいんですけども、本当の意味で言葉を活用したい場合はそこに感情が乗っていないと発注されない。それをどこか念頭に置いていただいて、もちろんね、その後から発信していたら後からその行動だったり感情が追いついてくるっていうこともなきにしもあらずなんですけども、感情が実は大事なんですよ。ただ言ってるだけではなぜ状況が変わらないのかというと、その感情が置いてきぼりにされているからと。なので言葉以上に重要なのは感情なんですと。共通言語というのはここでは英語ではなく第一言語は感情なんですっていうことをね、ちょっと頭の片隅に置いといてもらえると、何か自分の生活だったり日常のこういうこのエリアを好転させたい、いい風に変えていきたいなと思ってる部分が分野がありましたら、言葉ではなく感情にちょっと意識して、今自分の感情どこを向いているかで、何か状況条件反射的に感情が誰かに何かをされた時にわってね、怒りを覚えたりとか、わって落ち込んだりとか、自分を責めたり相手を責めたり、責めるっていうのは相手だろうが自分だろうがやってることは一緒なんですけども、その何かを責めたりしていないか、その時に瞬時に、あ、そうだ、いろんな選択肢、感情という選択肢がある中で自分は1ミリ楽な感情を選んでみようというふうに思ってみてください。14秒ありますからね、その選択肢がいっぱいある中でこの感情を選ぼうっていうふうに思える時間は、余裕は14秒ありますので、その14秒の中で、よし、私は愛の感情を選ぼう、私は1ミリ楽になる感情を選ぼうと、ぜひ感情に意識してみてください。ということで、このあたりで一曲いきましょう。 Fine Tune Radio with Rachel Chan. Today's track is Houses on the Hill featuring Nene. The song is When You're AroundI wanna
so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. Cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around. Yeah, yeah. Whenever. FineTune Radio with Rachel Chan お送りしたのは Houses on the Hill featuring Nene 曲は When You're Around でした。コメントたくさん届いてます。嬉しいです。まずはサニーさん、旦那様の動画をご飯食べながら聞いた後にさらに深夜ラーメン食べようかと思ってたらレイチェルさんの動画アップされてて、なんだか嬉しい。ラーメン作って食べながら聞きたいと思います。最近 YouTube の名前を本名からニックネームに変えたところです。そして随分遅くなりましたがメンバーシップおめでとうございます。登録してからコメントしようと思ってましたが気にせずもっと早くコメントしておけばよかったです。エイブラハムフレンズも気になるのですがなぜかワクワクする晩酌クラブから登録しようと思ってます。長いことお酒飲んでなかったんですがちょっと前から急に飲みたい衝動に駆られて晩酌レッスンしているところです。いろいろ楽しみで少しいつも素敵な話ありがとうございます。サニーさんありがとうございます。もうメンバーシップはもう全然ゆっくりでいいですからね。そう、あ、嬉しいです。でも結構ねもしかしたらねその登録してからコメントしなきゃってこうやって、ね、サニーさんのように思ってくださってる方もいらっしゃるかもしれませんがもう全然もう遠慮なくコメントしちゃってください。もちろんねあのメンバーさんのコメントもメンバーじゃない方も普通にこのラジオ番組ですからあのもう皆さん平等に読ませていただきます。でこのメンバーを設けた理由としてはあの仕事柄ですね結構お仕事関係の方もこのラジオを聞いてくださってるんであまりマニアックなエブラハムの話をしても何のこっちゃっていう方ももちろんいらっしゃるのでラジオではこの一般的な普通のラジオでちょっとためになる心の話もする程度なんですけどもこのメンバーの方ではかなり専門的な話もするので分けたいなということでただその便宜上分けているとマニアックなお話とかすごく専門用語が増えてしまうとあの普通にふらりと遊びに来てくださった方に分からなくなってしまうのでラジオではこのファインチューンラジオでは普通にフラッと遊びに来てもらうでメンバーの方ではかなりディープに、まあ、ちょっとあの原書を読んだりとか専門用語を使って、まあ、部活のような感じなのでぜひ遠慮なくですね普通にコメントいただけたら嬉しいです。でもお気遣いありがとうございます。面白いですね。たまたまうちの夫もまあ YouTube やってますけどもそれをね動画を楽しみながらラーメン食べようかと思ったら私の動画がアップされたっていうねあでも深夜ラーメン美味しいですよね。私もあの深夜ラーメンもずっと夫に会う前からもずっとやってるルーティーンというか楽しみなんですけどあの日清のサイトオンラインサイトをこのファインチューンラジオのリスナーさんのね和夫さんに教えてもらって以来ですねちょくちょくチェックしてましてこの前は豚ラオウがですねちょっと賞味期限が近い消費期限が近いものが 40% オフぐらいで1箱12個入りが売っていて思わずポチッとしてしまったんですけどもで親友とかね近所に住む親友が遊びに来たりご飯食べに来てくれる時にお土産で渡したりねしててもうどっぷりハマってるんですがあともう4つに残すところ4つになってるんですけどもあそろそろ
切れるなみたいなね、まあ、12個のうちの4つだからね、だいぶ少なくなってきたなと思ってまたサイト見てたらですね、トムヤン君のあったんですね。これちょっとね、何だったかな、トムヤン君のですね、今ウェブサイトを調べながらお話したいなと思って、すごいあの大量購入コーナーっていうのもあって、これすごい気になってるものがあって、自販機、おそらくこれ大量購入っていうのはあの会社とか団体で買うんでしょうね。まとめ買いで 30% オフで、でもすごい大量、普通の個人で買うような量ではないんですよね。でも聞かれるんですよね、おそらく会社で自動販売機が欲しいんですよね。これ欲しいんだよな。200食カップ麺が入るっていうね、もう完全に自販機ですよね。これいつか欲しいんですよね。200食を個人でどうやって食すのかっていう感じなんでね、なんか会社とかやってたらねいいですよね。あとカップヌードル給湯器っていうのもあって、カップヌードルのデザインでお湯が出てくるって、これも欲しい。ねえ、でもこれはそうなんですよね、やっぱりちゃんとね、そのスペースとで、それを大量に食す環境だったらいいんですけどね。いやちょっと話はずれましたけど、そう、トムヤン君のですねカップヌードルを注文しました。もうね見てるだけでもそう、もうワクワクしちゃいますね、うん、いやちょっとね、あ、コメントに戻りましょうね、だいぶ脱線しましたね。そっか、サニーさん晩酌クラブからということでありがとうございます。いろいろご質問いただいてコメントもいただいたんですけども、他の方からその晩酌クラブとエブラハムフレンズと両方入りたいから晩酌クラブから入ったんだけど、個別にそれぞれ入ることはできないんですよね。なんでもし晩酌クラブから万が一両方入りたいなと思ってくださった場合はアップグレードをしてください。でエブラハムフレンズに入ると両方見られるとか両方楽しめるというシステムになってるみたいなので、あのもちろんどっちかで全然いいんですけども、両方入ろうと思って先にこっち入りましたっていう場合はアップグレードができます。でエイブラハムフレンズに入られた方はあの両方入らなくて大丈夫です。なんか本当にわざわざですね両方入ってくださるっていうことで、アカウント2つお持ちの方がそれぞれ別々のアカウントで入ってくださったっていうね、申し訳ないことになってしまったので、もしねあの万が一両方入りたいわっていう方はあのエイブラハムフレンズ一つだけ入っていただくと両方楽しめます。なのでね、もう皆さんなんかわざわざ2つのアカウントで入ってくださるっていう、すごいもうあの逆に私がシステムあんまり熟知してなかったのでまだ してないんですけど、あの勉強しながら進めてるので、ちゃんとね始める時にメンバーシップスタートの時にねお説明できたらよかったんですけどね。すいません、サニーさんメッセージありがとうございます。そっか、ゆっくりとね、長いことお酒飲んでなかった場合はゆっくりスタートしてくださいね、うん、でコツとしては同じ分量のお水を一緒に飲むっていうことです。そうするとその酔いがゆっくりになって体もびっくりしないのと、まあ、翌日飲みすぎたとしても同じ分量のお水を飲んでると二日酔いにあんまりならないですね。そう、これ私が実体験を持ってお話ししています。私の場合は本当お水を飲むのを忘れてしまうんですよね。で、まあそれなりに強いので飲めてしまうなんだけど、ある程度その沸点に到達した時はだいぶ酔っ払ってるっていうね、この
私の過去の失敗から語ってますので、良い子はお水をしっかりと飲んでください。続いてジーンさん、コメント久しぶりです。レイチェルさん、いつもありがとうございます。こちらこそです。ジーンさん、いつもね、本当ありがとうからスタートするっていうコメント、すごい皆さんもそうですけど素敵だなと思います。気をそらすことの大切さ、改めて認識しました。心が1ミリでも軽くなるという、常日頃からレイチェルさんの教えとも通じるものがありますよね。おかげで思考のネガティブループに入らないようにできています。あ、素晴らしい。愛のサングラスをねかけてくださってますね、うん、思考というのが、まあ、癖なんですよね。この生きてきた分だけですね、その思考っていうのは生まれるわけで、でその思考のパターンっていうのはできやすいんですよね、生きていると。でその、ま、もしネガティブな何かが日常で起きている場合は、私たちのその思考の反映である、ま、オープニングトークで今日は感情が大事ですよというふうにお伝えしたんですけども、その思考っていうのはその感情を伴うと反映されてしまう、それが日常に反映されてしまう、まあ、発注されてしまうので、もし発注して届くもの、要は現実起きていることですねを変えたい場合は、その発注を変えなきゃいけないんで感情を変えましょうと、つまり思考ですよね、思考を変えましょうっていうことなんですね。で思考っていうのは大体もう感情が付随してきますので、何かアイデアがポッて浮かんで、それを無感情でね、思考っていうのはあんまりその、ま、感情の強い弱い強弱はありますけども、大体思考には感情が付随してきます、ついてきますので、そこで何を発注してるんだろうか、そのネガティブなループに入ってしまうとネガティブな発注がスタートしてしまうということなので、そうループが始まる前に、14秒の前に、あ、ちょっと待てよと思考を変える、つまり感情を変えるっていうのがねコツですね。ジンさん、いつもありがとうございます。YK さん、本当に実感してます。気をそらす、旦那に出会ったのもそんな時でした。あ、そうですよね、その気をそらすっていうのは大事っていう、一つ前の動画でお話してたんですけど、パートナーシップはそれがすごい顕著なんですよね。彼氏が欲しいとかパートナーが欲しいってすごい躍起になってる時は、はい、得てしてこないんですよね。でふっと忘れた頃にやってくるっていうのは気をそらせてるからなんですよね。そう、健康もそうなんですよね。すごくもう本当にこれどうしたら治るんだろうかとか、私も経験あるんですけど、その得てしてその調べちゃうんですよね。何が効くんだろうか、これここの痛みとかここの、ね、病気には何がどんな食事がいいんだろうかっていうのを調べて、これ治したいっていう強い思いがあるわけで、どうしてもネットでその調べるついでにいろんないらない情報が入っちゃうんですよね。これはもうなかなか一生かかったら治らないっていう、私これかかったら治らないっていう病気に一回かかった時に、えってその思ったことがあって、で、あ、でもね、それは自分はフォーカスしたくない情報だから一回置いとこうと思ってはいたんですけど、やっぱりでも良くなりたいからいろいろ調べちゃうんですよね、その時当時ね。でそのエブラハムの教えは知ってたんですけども、もう 100% 200% まだ実践日常に落とし込めてなかった時に、一生治りませんよっていうね言われてるようなその病気症状を持っていた時に、思い切って2週間休みを取って、仕事を休みを取って、双子の姉がいる当時その住んでいたシアトルに2週間滞在したんですね。でその時に悩んでいることだったり環境っていうのを一回全部その離れようと、場所を変えようと、で同じ場所にいるとやっぱりそのことが気になったり悩んでることが思い出されるんで、気がそれにくいんですね、そらしにくかったんですね。なんで
思い切って仕事も休んで2週間双子の姉の住んでるシアトルに滞在して、で姉もまだ赤ちゃんちっちゃかったんですけどフルタイムで仕事復帰していて、で義理の兄も大学で教えていて、その誰もいないと、ね、2週間休み取ったんだけど一人で街を歩きながらシアトルの街で美術館行ったり博物館行ったりですね、パブとかその市場に行ったりとか、あとお酒好きですのでビール工場がいっぱいあるんでビール工場に付属しているレストランで食べたりとかも、街歩きは朝から晩までしていて、で姉が仕事を終える時間までもういろいろ歩いて 本屋さん行ったりとか、で何も考えないでプランも決めずに、でパソコンも持っていかずにですね、で携帯もそれこそその海外の携帯持ってなかったので、ずっと本当にもう携帯とかも何も調べずに、もうガイドブック手に持って超アナログでもうバスに乗ったり歩いたりですねしながら一日過ごして、で夕方仕事を終えた姉に車でピックアップしてもらって帰るっていう生活を2週間してたんです。なので自分が悩んでいた病状とかもそのネットで見たりとか、自分でもその知らない街なので、その一応治安のことも意識しながら集中して歩いてるので、ぼーっとなんか私の体調良くなってんのかしらとか考えずに2週間過ごしてたら、それが治らないと言われていた病気が日本に帰ってきたのに治ってたんですね。であれってずっと病院通ってたのに、そっから病院通わなくなったんですね。不思議ですよね。だから気をそらすパワーっていうのは本当にすごいなって、これはもう恋愛もそうですし病気に関してもそうだったんですよね。だから環境を変えてその療養するっていう、その何とか目的で療養したわけでもなかったんで、ただもうちょっと姉にお世話になりに行こうと、姉の住んでるシアトルに行こうって思っただけなんですよね。結果気がそれて病気が治っていたっていうね、びっくりしたことがありましたね。 YK さんコメントありがとうございますね。またちょっとね旦那さんに出会ったのもそんな時っていう、いいシェアありがとうございます。シンプルだけどすごくパワフルなねメッセージです。ふみかさん、アドバイスありがとうございます。会って間もない先生ですので緊張して感謝がすっぽり抜けてたかなと気がつきました。朝の瞑想を続けてます。あ、素晴らしい、続いてるんですね、よかった。楽しみながら歩み寄りたいです。待合室で三国志を読み戦闘チャンネルになってたかも、いざって感じになります。しばらく楽しいエッセン本にしますと面白いですね、ふみかさん。三国志、うん、いや三国志もね結構好きな、ビジネスマンとか結構好きですけど、それ待合室で読むっていうのは面白いですね。そう、もし三国志を読んでその鼓舞されて、ああよし頑張るぞってなるんだったらいいんだけど、戦闘モードになってしまうと、あ、ちょっともうちょっと優しい本読もうかなって、そうご自身でね切り替えられるのはいいことですよね。ね、そうだからね、どんな作品でどんなスイッチが入るのかっていうのはもう人によって全然違うんですよね。それこそ恋愛に悩んでる人が三国志読むのはいいと思うんですよね。ただ人との人間関係でついなんとなく相手を指摘したくなったり、攻撃したくなったり正したくなったりするとか、あるいはなんだろうね、そのビジネスですっごい人との戦いとかに疲れちゃうとか、あるいは戦いでギスギスしちゃいがちな人はあまり読まない方がいいんですよね、実はね。そう、面白いですね、ふみかさん、いつも面白い気づきありがとうございます。でもね、楽しみながら歩み寄りたいですっていうのはいいですね。そう、自分の
チャンネルの反映なんですね。自分がどんな感情でいるか、自分がどんな思考でいるかっていう反応が日常だったり現実なので、こういう先生が現れたなと思ったら、自分の思考がどこに向いてるのかっていうのね、自分のバイブレーションがどこに今据え置かれてるのかっていう反映ですので、とってもいい、そのあこのチャンネルになっちゃってるんだなっていうふうにね、教えてくれるね、インジケーターではありますよね。続いてトコさん、レチェルさん、ファミリーの皆さん、こんにちは。今回も心を鬼にしての繰り返し身に染みました。気がついたらネガティブな妄想に何分も引っ張られて、しかもそのストーリーにどっぷり使ってる自分が、浸ってる自分が、悲劇の女王様症候群卒業すべく、心を鬼にして自分の感情に常に注目し、瞑想して自分を整えます。ああいいですね。これから大切な人と会う予定、ドタキャンも多く食らっている相手なので、果たして会えるのか毎回不安なのですが、これからまた瞑想して自分の内側にアラインして、望む状況だけにフォーカスしようと思います。良い一日を、とフラミンゴマーク使ってくれてますね。あーなるほど、素晴らしい。でもね、気づいたらこっちに悲劇のヒロイン、まあ、悲劇の女王様になってしまうっていうね、自分の癖を分かってるって素晴らしいですね。そう、この悲劇の女王様である、悲劇の、まあ、被害者であるって思ってしまうと、その被害者になる状況が繰り返されるんですよね。つまりその悲劇の女王様を発注しているっていうことなんで、当然自分が注文してるんで届くんですよね。だから言葉ではなく、どんな感情を発してますかっていうところがすごくね、やっぱり注文書が言葉じゃないんですね。本当にその感情なんですね。だから被害者になったり悲劇のヒロインに感じていると、必ずもう一回被害者になるような設定が届きますので、もし悲劇の女王様も卒業したいって決めたんであれば、そう、もうその役柄は演じない。そう、じゃあ演じないにはどうするかっていうと、感情ですよね。自分が発してるものがこういう現実を招いてるんだっていうのを知った上で、じゃあ悲劇の感情を選ばずにすっと水に流そうと、あなるほど、今こういうのをまた発信しちゃったからこういうのが現れたんだって、その程度に留めておいて気持ちを切り替えるってことですよね。で、大切な人と会う時はもうそれこそ思いが強いので、なかなか執着もあると思うので、ドタキャンを食らってる、あまた食らうかもっていう風な、そのラベルを外してあげて、ドタキャンっていうね、そのこの人はそういう人なんだっていうラベルを外して、逆にそのドタキャンをするぐらいその人は自分の感情に素直な人なんだっていうラベルに張り替える。そうすると、あこの人またドタキャンするかもって思ってると、必ずそのように発注されちゃいますので、そのドタキャンしてほしくなかったら、そのラベルも張り替えるってことですね。で、実はあの繊細な人、ドタキャンする人って、あの自己中、単なる自己中なんじゃなくて、その自分の気持ちに正直なんですよね。だから行きたくないと思ったらキャンセルするわけですよ。なので例えばこっちの状況がもうすごく不安定な時に相手と会っても、そのこっちの不安定さに相手も飲まれていい体験にならないですよね。なんで相手は結構直感で、あちょっと行くのやめとこうって思う繊細な人だったり、敏感な人だったり、直感受け取りやすい人だったりする可能性があるので、そうドタキャンをする人っていう風にすると、相手がひどい人で自分が被害者っていう風に受け取れちゃうかもしれないんだけど、すごい自分の感覚にいい意味で自己中で素直に反応してるんですよね。なのでそのドタキャンをする人を責めない、相手の状況は私たち読めませんので、
あ、なんかちょっと直感で嫌だなと思ったら素直に行かない。うちの夫ももうめちゃくちゃそうなんですよ。もう絶対なんでしょう、直感に鋭いので、あって、まあそもそもドタキャンをしないためには約束もしないんですけど、やめとくわ、朝の気分が乗らないと、あ、俺ええわってやめとくわってすぐ言うんですよ。で、えって約束したよね、行くって言ったのに出かけるときに行かないのって思うんですけど、でもこういう勉強してるとこれも真っ当なんですよね。そのドタキャンするのも本人が直感で、あ、行きたくない、あ、ちょっとやめとこうと思ったんで、無理していく方が実は良くないんですよね。なんであちらも正解だし、誰が悪いっていうわけはないんですよね。それを知ってると、あ、ドタキャンしたんだなと思った時は自分を整えようって思えるじゃないですか。なんで自分がどのチャンネルに合わせちゃってるのかなとか、そう、自分がアラインしてればドタキャンもしないしされない。つまりそのドタキャンしたいなっていう場合は、その自分がアラインしたいから行かないっていうことだったりもしますので、そう、どっちも悪くないんですね。なんで相手はコントロールできないんで、相手が来てくれるために自分がアライン、内側とつながるわけではなく、アラインすると結果として全部望む結果がやってくるだけなんで、つまり一番大事なのは相手に会うこと、会えることではなく、自分が内側とつながってアラインすることなんですね。その優先順位をしっかりと、大事なことをしっかりと分かっていたら、全てパズルのピースが後からついてくるんで、相手をコントロールする必要もなくなってくるし、相手がどんな選択をしたとしても自分は満たされ、内側から満たされるわけなんですよね。なんでまずコンセントを挿してから掃除機をかけると、そう、アラインせずに相手に会うっていうのは、そのアラインせずに過ごしてしまうと、コンセントを挿さずに掃除機をわーって一日中かけて、で疲れちゃう。で、あ、こんなに掃除機かけたのになんで塵が落ちてるのって悲劇の女王様になってしまうっていう、ループなんですね、サイクルなんですね。なんでまずはコンセントを挿しましょうと。コンセントを挿した状態でアクションを取りましょう。つまり align and then align and then、 アラインしてから行動、アラインしてから行動ですね。なのでいい感じで、ね、ご自身でも卒業すべくってしっかりと認識されてるんで、とこさんいい調子だと思いますよ。このペースで行ってください。素晴らしいシェアありがとうございます。続いてリズさん、コメント読んでいただきありがとうございます。野菜は地元の直売所に今紫キャベツを中心に出荷しています。あ、いいですね、紫キャベツ。うん、なんか色合いもすごく、私紫キャベツ好きなんですけど、あまり日本のスーパーとかだとあんまり見かけないですよね。結構イギリスにいるときよく見かけてたんですけど、彩り好きですね。あ、いいですね。地元の直売所、今東京の都心に住んでるんですけど、なかなか直売所がなくて、今度来年の春にはですね、今田舎移住計画進めてるんですけど、いろんなね直売所が道の駅とかもねあるでしょうから、そういう直売所いいですよね。この値段が貼ってあるところに生産者さんのお名前が書いてあるんですね、直売所とか道の駅で行くと。それが私すごい好きで、なんか買った後にたまにその名前だけじゃなくて顔写真も載ってたりしますけど、あ、なんとかさんの作った、例えば結構好きな福島の会津のお米農家さんで加藤さんっていらっしゃるんです、あ、加藤さんの作ったお米だねとかね、あと同じ会津なんですけど佐藤さんの作ったネギだねって、加藤さんっていうの生産者さんも超かわいいね、すっごいかわいい、女の子って言ったらね、多分3時か4時のママなんであれですけど、すごいかわいい子なんですよね。で佐藤さんっていうトロネギで知られる農家さん、めっちゃイケメンで、そうさ、もうなんかねすぐ名前見て顔が思い浮かんでて、いただくとまた一層ね美味しいんですよね。
やでもいいですね、いいですね。で続きが、私も紫キャベツのレシピを模索中なんですが、ウインナーと炒めてコンソメと胡椒で味付けしたら簡単で美味しかったです。あ、いいですね。コンソメと胡椒だけでもね、全然白ワインとか合いますよね。でウインナーもね、いい味出しますもんね。それからレチェルさん、私ハリスさん大好きなんです。私の旅人だったので、ハリスさんはずっと憧れの存在でした。あの色っぽい声と風貌がかっこいいですよね。早速配信チケット購入しました。素敵なイベントありがとうございます。リズさんすごいシンクロですね。わあ、実はロバート・ハリスさんとですね、今度私トークショーでご一緒するんですよね。まさかの、びっくりです。そう、これ昨日の番組のエンディングでもお話ししたんですけども、代官山、東京の代官山のライブハウス、晴れたら空に豆まいて、で6月6日日曜日に夕方にですね、スペシャルトークショーを開催しまして、でもう元祖旅人ロバート・ハリスさんと、夢の宝地図で知られる、魔法の宝地図とかね、夢の宝地図シリーズで知られる望月俊孝さんと3人でトークショーをするんですね。でこれも不思議なご縁で、私のイギリス時代の先輩、ライフコーチの先輩で女性の方なんですけど、私が20ロンドンに引っ越したのが20代で渡英して、20代後半で渡英して、31ぐらいでロンドンに引っ越したんですよね。でその時のアルバイト先というか、お仕事先の先輩所長みたいな方が望月さんとお友達 で、その方がロンドンにね、先輩がロンドンにずっと永住してるんですけど、転勤で、ご主人の転勤で日本に一時帰国してるから、久々にランチしましょうよって望月さんと3人でランチしたんですけど、でその後、望月さんは別の場所でもつながってたんですけど、個人的にお話しして、で、Facebook でもつながってて、ハリスさんのファンだって望月さんがおっしゃってたので、あ、じゃあハリスさん J-WAVE つながりで先輩だからつなぎしますよって言って実現したのがこのトークショーなんですね。でちょっと時期も時期で、ライブハウスでリアルでお客さんとしていらっしゃるこのリアル観戦バージョンと、でお家で楽しめるライブ配信と選べるんですね。でライブもそのスケジュール的にね、日曜日、6月6日日曜日、5時半、ちょっと予定が合わないわっていう方は録画でもご覧いただけるんですけど、そうちょうど告知ウェブサイトでねスタートしたんで、昨日お話をさせていただいてばっかりだったんですが、リズさんまさかの、そうだったんですが、ハリスさんはもう本当旅人で、エグザイルズっていう本屋さんをオーストラリアでずっと営んでいて、で日本に帰ってきてからメディアに登場するようになって、 J-WAVE でおなじみなんですけど、今はインター FM でね番組持ってらっしゃいますけども、なんで旅の話もそうだし、夢を、望月さんの本のテーマでもあるその夢の宝地図にちなんだ夢をどうやって生きるか、そういうお話もねしていきたいなと思います。あとハリスさんといえばやっぱり愛の人なんで、恋愛だったり人を愛することについてもね、私もあまり J-WAVE とかラジオでは話したことがない、そのパートナーシップについてもねディープに話していきたいなと思います。またちょっと概要欄にご興味持たれた方は貼りたいと思います、リンクを。よかったら覗いてみてください。いやでもすごいシンクロですね、嬉しいな。リズさんありがとうございます。続いてラジオネームゆきりんさん、レチェルさんの美しい声でコメントを読んでいただき本当に幸せです、ありがとうございます。あ、
美しい声って言っていただいて嬉しいです。お褒めのは嬉しい、ありがとうございます。今回のテーマ気をそらすも良かったです。私は家事するときにネックスピーカーをつけて聞いているんですが、料理をするときも洗濯物を干すときもファインチューンレディオのおかげであっという間にできちゃいます。選曲も毎回素敵です。気持ちのいい時間を作ってくださり本当にありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。ネックスピーカーってあるんですね。面白い、私知らなかったです。今ちょっと見てるんですけど、首にかけて、あ、これだったらヘッドホンって、私はアップルのイヤホン使ってるんです。たまに落ちるんですよね、姿勢によって。で、姿勢によって落ちると、うちのワンコが白いものとか好きなので食べに来ちゃうっていうね。なんですごいあーって焦っちゃうんですけど、いいですね、このネックで。イヤホン、その他に誰も周りにいない場合はその耳元から聞こえるから、家だったらねこっちの方が良さそうですね。続き、ところで雨の日は映画三昧してるんですが、レイチェルさんがおすすめの映画ベスト3があればぜひ教えてくださいませ。ちなみに私が最近見た映画で良かったのはおばあちゃんの家、2002の韓国映画で、じんわり心に染みて、愛と涙があふれる映画と、アメージングジャーニー神の小屋より、2017のアメリカ映画です。こちらは理不尽な事件をきっかけに自分の中にいる神とつながる映画です。怒りや悲しみの中からもソースと、神と会話、見方を変える、視点を変えることで希望の光が見え、許すことで救われることがあると感じ、とにかく泣けました。3人の神様がとても素敵で、レイチェルさんとマコちゃんも神様役だと重なりました。レイチェルさん見たことありますか？お時間あるとき映画話お願いします。あ、見たことないです。面白そう、見てみたいですね。おばあちゃんの家、ちょっと今見てみよう。あ、プライムビデオ、アマゾンのプライムビデオでありますね。これプライム会員の特典になってるから、あ、見てみたいと思います。でもう一つがアメージングジャーニー、放題がありますね。これはアマゾンあるかな。ありました、ありました。あ、これしかも知ってる俳優さんがいる、この方、エブラハム・アビブさんが出てるじゃないですか。へえ、見てみたいですね。へえ、そっかそっか。ああ、結構最初はディープなお話なんですね。そうですか。私が好きな映画といえばですね、All is Well、 インドの映画なんですけど、日本語の、あ、きっとうまくいく、 Three Idiots、 きっとうまくいくっていうタイトルなんですけど、これはインドのね、エリート軍団が輩出される大学の、まあ、学生さんのサンバカトリオって言われてるこの仲良しのお話なんです。すごくねディープな、まあ、トピックスも触れつつ、すごくね最終的にはああいいなって気持ちが温かくなるね映画で、結構競争社会だったり親のそのプレッシャーに悩まされることの多い日本にすごくね通ずるトピックスが多いなテーマだったんですよね。で、All is Well も好きですし、あとインド映画で言うとお弁当を届けるお弁当を届ける職業があるんですよね。で、巡り合わせのお弁当っていうものがあって、これ日本語字幕付きなんですけど、これも Amazon のプライムで見られるんですよね。これもリンク貼っときますね。そう、お弁当配達人
がオフィス街にその届けるんです。で電車にそのお弁当を預けて、その配達人の方に預けて、旦那さんにお弁当を届けてもらうっていうね、まあ、自転車なのかバイクなのか、そのお話ですごくね面白いですよ。この2つすごく良かったですね。あとね、いっぱいあるんですけどすぐど忘れしちゃうので、もう一個は何だったかな、タイトルが放題を忘れてしまう。ちょっと待ってください、名前何だったかな。あとね、ずいぶん前にもお話したんですけど、オーケストラっていう映画もね好きなんですよね。音楽とともにですね、その展開していく人間ドラマがめちゃくちゃ面白くって、まずその私 CD、まあ、チャイコフスキーの CD 買っちゃったぐらい楽しかったですね、オーケストラ。あと名前なんだったかな、また思い出した。とりあえずこのきっとうまくいく All is well と、この巡り合わせのお弁当とオーケストラを今挙げさせていただきますね。そう、他にもねいろいろと泣ける映画とか実はもういっぱいあるんですけど、その今お話ししたものは比較的最後にやっぱり気持ちがあったかくなるっていうねものですね。いや、思い出したら、もう一個のやつ思い出したらまたご紹介しますね。ゆきりんさんありがとうございます。続いてエミチョフさん、少しでも深刻になり始めたら執着してるってことなのかな。手に入れたいと思い詰めると囚われてしまうので、気を紛らわす技は効果的ですよね。笑える動画とかを見ると一瞬でフォーカス切り替えられます。そうです、そうです、まさにそうです。そう、執着、ちょっとの執着も執着なんですよね。その大なり小なり、もうボリュームは関係なく執着は執着なんで、ブレーキ踏んでしまうことになっちゃうんで、手に入れたいと思うもののやってくる速度が遅まっちゃうんですね。それだけブレーキを、ちっちゃい執着っていうのは小刻みにブレーキを踏む、で大きい執着っていうのはもう強く踏むっていうことなんで、どっちにしろブレーキには変わりないんで、そう、気をそらすっていうのは、なんで発注っていうのはもう自動的にステップ1って言いますけどされてるんで、あとは望みっていうのを明確にしなくても自分がリラックスして暗証番号を合わせるだけなんですね。で暗証番号っていうのがその感情なんですね。例えば発注したものがもう自動的に届くと、完成して高いボックスに届くわけですね。でその後自分の暗証番号っていうのが自分の愛のチャンネルってよく言いますけども、それを受け取った時にどんな感情になるか、そう、受け取った時に例えば豚骨ラーメンの例えで言うと、あ、この濃厚な豚骨ラーメン口の中に含むとじゅわーっと広がって旨味が、ね、でちょっとこの塩分もね、程よい塩分と旨味が口の中に広がって、うわーって、そして麺に絡まったこのスープの濃厚なこと、ニンニクの香り、ふわー、あー美味しいっていうのが暗証番号なんですね。でこれがパートナーであれば、例えば好きな人だったり、まあ、大切な人だったら一緒にいる時の安心感、まあ、特定な人を想像するとちょっとその手に入らないブレーキが導入されてしまうので、ミックスバイブレーションになってしまうので、特定の人じゃなく、ただ自分は安心感だったり愛に双方向で満ち足りている、その感覚が味わいたいわけなんで、何でもいいんですよ。ツールは満ち足りた感覚を再現するんですね。豊かさだったらその制限することなく好きな時に好きなだけ好きなものをっていうことじゃないですか。その自由ですよね、フリーダムですよね。で、それを再現するために私は卵80個毎月定期購入してるんですね。奈良の坂本養鶏っていうね、坂本姉妹が作ってる卵を2人暮らしなので毎月80個定期で
定期的に購入してるんですね。届くようになっていて、それって卵が2人とも夫婦好きなんですけども、あ、10個しかなかったらそれを工夫して、じゃあ1個ずつねとか2個ずつねとか、あ、買いに行かなきゃっていう抵抗が入るんですけど、80個あるから3個でも4個でも6個でも食べてもいいわけですよ、好きな時に。で、好きな時に食べられるっていう安心感、好きな時にいくつでも食べていいっていうその自由、うわー美味しいな、楽しいな、いつでも食べていいんだもんっていう気持ちが、まさにその豊かさの暗証番号と一致するんですよね。なんで気をそらして、そしてそれが手に入った時の感覚、感情を、さっき言ったオープニングトークでも言葉ではなく感情が発注するのに、言語、ユニバースは感情しか加味しませんと、言葉ではないと、感情が大事なんですよっていうのはそこなんですね。なぜなら自分が受け取るための暗証番号も感情なんですよね。宅配ボックスにすごい溜まってるんですよね。なのであとは受け取るだけ、つまり受け取るためにはじゃあ一回気をそらしましょう、なので気をそらすのがパワフルなんですよっていう話ですね。続いて吉弘さん、46回目の誕生日の今日ですけど、久しぶりに流山から楽しみに聞いています。強い望みですけど、主にスポーツの水泳やマラソンですね。最近はなかなかスポーツ大会に出場する機会が減ってしまい、しょんぼりしがちの僕ですけど、走りたい、泳ぎたいとワクワクする毎日です。強い望みを持って取り組んで頑張ってやっていきたいと思います。あ、そうですか、そっか、スポーツ大会とかはね、今延期になったりしてますもんね、中止になったりね。でも次参加できる時はその願望が大きくなってる分、もう達成感とかその走ってるワクワクっていうのはすごいと思いますので、ぜひね、この日常でも大会じゃなくても走ってる時にワクワクしながら楽しみながら参加してくださいね。そしてお誕生日だったということで、ハッピーバースデー、いつも女性の皆さんにはハッピーバースデーとかね、歌ってますけども、じゃあ男性にはこちらにしましょう。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday と、スティービー・ワンダーバージョンをお届けしましたね。素敵な46歳になりますように。そっか、吉弘さん、私の学年的に一つ下でしたね。そうでしたか、お誕生日おめでとうございますね。ランニングをしていろいろとね、身近なところでワクワク楽しんでください。あ、とこさんから追記です。気をそらす楽しそうなこと見つけました。それは恋ダンスをマスターすること。あー、ゆい、荒木由衣さん、星野源さん主演のドラマでやってるダンスです。4年ぐらい前に流行ったのかな。アラフィフの私には難しいんですが、楽しく体を動かして少しずつ覚えたいです。あ、いいですね。たびたびすいません、楽しい気持ちをシェアしたくて。いやね、結婚されましたもんね、お二人ね、びっくりしました。うん、実は原作者の方がですね、私のラジオ番組に以前来ていただいて、でその一環で恋ダンスをレイチェルが踊るっていうね、企画が、まあ、企画っていうか、もうツイッターでそれをアップするっていう、もう罰ゲームみたいなことがあって、それがツイッターでこの前見たらまだ残ってたんですよね。レイチェル恋ダンスで検索するともう全然覚えられなくって、で1週間ぐらい練習したんですが、私も振り付け覚えるとかも全然ダメで、でスローにもう半分ぐらいのスピードで練習しても覚えられなくて、結局見ながら本番っていうかね、その番組の後にスタッフが撮影してそれをアップしてくれたんですけど、番組のアカウントで当時ので、全然もう、レイチェルさんそれ盆踊りですよって言われるぐらい全然追いついてないんですよね。でちょっとズルして後から曲を合わせたんですけど、全然曲と合わない、それぐらいもズレていて盆踊りになってました。で原作者の方にお見せしたら思わず笑ってくれて、
これ落ち込んだ時に見たい動画ですねって大爆笑してたんですよね。その後になんとねえ、お二人が結婚っていう、昨日そのニュースを見てびっくりしちゃいましたね。そう、星野源さんも実は J-WAVE にでね番組を持ってらして、まだ番組持つ前に私の番組にゲストでいらして、私源さんにお伝えしたんですよね。星野源さんお声すごいね、お話しされてるお声も素敵なんで絶対ラジオパーソナリティ向いてると思いますよって言ったら、実は僕やってみたいんですよねとおっしゃっていって、しばらくしたら J-WAVE のね番組持つようになって、でその後にはねあのオールナイトニッポンだったかな、他局でもやってらしたんですけど、そうだからラジオ番組やる前に星野源さんに、いや向いてると思いますって僭越ながらお伝えしたんですよね。いやでも恋ダンスいいですね。ちょっと私も再びリベンジでやってみようかな。もう全然合わないし覚えられないし、そうねえ、そうでしたか。タパさんいいですね、いいですね。でもダンスやってる時はなかなか振りが分かんないから気それますよね。いいツールですね。私もやってみようと思います。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。Fine Tune Radio with Rachel Chan. Thank you for listening. Bye for now.